はい、どうも。今回は月曜日のルディ甲状腺、こちらをやっていこうと思います。はい、ルディ、絶対守護者の力、まず持続効果が、防御力 60% アップってことで、結構硬そうですね。そして2番スキルが守護領域、これがポイントになりますかね。1番の2ターンの間全てのダメージに対するダメージ減少 80% の効果と状態異常免疫が与えられますと。さらにブロック率も上がるということで、このバフ、これを解除するのが必須キャラになりますね。まあポイントを出すには、はい、そして1番スキル、はい、これが、ターン性バフを2ターン減少させて、さらに対象に気絶を効果を与えるということで、気絶対策、気絶免疫ですね。このキャラも必須になるかと思います。はい、で今回選んだチーム編成なんですけれど、まず気絶免疫を持ってるってことで、ジーク、まあ、こいつはそもそもあれですね、持っていれば甲状腺には毎回入るぐらいの必須キャラですね。まあ、この砕けろ、これか、はい、砕けろで、ダメージの 80% 増加させると、まあ、これがあることで全然ね、通るダメージが違ってくるので、まあ、持っていれば必須キャラになるかなといった感じですね。次が今回あれですね、エース降臨でも使えたのでハウルを育てたのでこいつを連れてきます。こいつで、バフ解除ですね。はい、これがクールタイム62秒でとても早くて、使えると思います。もちろんね、ハウル以外にも誰がいいかな、エルニア、我が剣に使って、こいつもクールタイム80秒でのバフ解除を持っているのでまあまあ早い方なので、こいつでもまあ間に合うんじゃないかなといった感じですね。まあ、ニアの場合は、110秒とちょっと長いので、微妙かもしれません。あと他には手持ちにはいないんですけれど、ジョーカーとかですかね、あのあたりもバフ解除で連れていくといいと思います。はい、あとはレイチェルですね。まあ、これは言わずもがなというか、まあ、甲状腺では本当に甲状腺でダメージを出すならもう本当に必須キャラですね。まず味方の反撃率がアップするということで、ダメージに貢献しますね。それとまあなんといってもこのカイザーフェニックス、敵3人にダメージを与えて追加で、対象のダメージ量と防御力を 80% 減少させると、防御力も下げてさらに相手から食らうダメージも 80% 減少させてくれるという、まあいいキャラですね。まあ、持ってない方は、フレンドなどを総動員してなんとか入れて、メンバーの中に入れていくといいと思います。あと今回、まあ、自分が選んだのは残りのメンバーで選んだのはルーシーですね。私の前で酔わせてあげ、まあこれも結構毎回使ってるんですけれど、味方のブロック率 50% 上昇で、パーティー全体の耐久を上げます。さらに状態異常免疫があるので、そうですね、他の曜日とかでも、まあ、使えるかと思います。2番はネガティブバフ解除なんですけれど、今回気絶免疫を連れてってるのでね、まあ多分相当後のターンになればもしかしたら使うかもしれないぐらいですかね。そしてこの1番で、味方のヒットポイントを全体で回復させると。はい、
こういった編成で行ってみようと思います。空いてる枠は、アイリーンのフレンド、その方を連れていこうと思います。アイリーンも一応見てみましょうかね。アイリーン、すべての味方の攻撃力が 60% 上昇しますと。まあね、攻撃力アップさせるやつは他にもいろいろいるんですけれど、ターンを消費しないスキルではなく持続スキルで 60% 上昇というのがとてもいいですね。アイリーンは無駄に消費しないのがいいですね。ですね、ジークを持ってなかった頃は、ジークのフレンドを使って、攻撃力アップ役には、ビクトリア、これで、バフをかけてやっていました。まあ、手持ちなどにもよるので、レイチェルをフレンドで使ってるとか、ジークをフレンドで連れてきてるとかで、アイリーンを連れていく枠がない場合は、ビクトリアなど入れるのもありかと思います。まあ、他にもこういう火力アップ系のキャラはいるので、その誰でもいいかと思います。あ、そうですね、あと地味に気絶キャラ、気絶免疫のキャラということで、ジークを選びましたが、ジークを持ってない方は、カロン、これでも気絶効果に対する免疫が6ターン、まあ星6の場合ですけれど、で、全体回復役なので、まあ、全体回復と単体回復も持ってる、まあ、ヒーラーなので、こいつを入れていくのもいいかもしれません。はい、いつも後付け実況なんでね、後から入れてるんですけど、今回は生実況生実況っていうのも変ですかね、リアルタイムで実況するのでちょっと不安があります。ハウルを使うこともね、甲状腺で初めてなので、ちょっとうまくいくかわからないですけれど、そしてフレンドのアイリーン、はい、アイリーンを連れていきます。スタートで、まずですね、雑魚戦で、スキルを使っちゃうと後々苦しくなるので、まあ極力使わない方法がいいと思います。まあ、最初から、後半で、すぐ使わないようなスキル、アイリーンの単発スキルみたいなやつは使っちゃってもいいと思います。で、まあこれ体感なんですけれど、ステージ移動の際に、こちらがスキルを使った後にステージ移動すると、多分相手から初ターンで攻撃スキルを使ってくると思うんですよね。だから何て言うんですかね、ステージ移動の際に相手にスキルを使わせてステージ移動するちょっとうまく言えなかったですけど、それがいいと思います。はい、多分こちらが開幕スキルを打てると思うんですけれど、まあ、とりあえずカイザーフェニックスですね。はい、カイザーフェニックス入りました。そしたらあとは雑魚を掃除するので、まあ、全体攻撃でも何でもいいですね。でその後に、砕けろを入れたいんですけれど、相手が違うスキルを使ってくれたのか、はい、砕けろが入りました。そしたら火力スキルの前に防御準備が来たので解除、ハウルで解除、ちょっと忙しかったですね。解除して攻撃スキルを入れてきます。
カイザーフェニックスの更新ですね。それと砕けろを入れてきます。そしたらあとは良さそうなタンパク質、防御準備が来たので、バフ解除ですね。これバフってまだかかるのかな。一応ハウルのバフ入れてみましょうか。ダメージが変わったのかどうか。ロックされててよくわからない。そしてカイザーフェニックス更新。そして砕けろも更新したいんですけど、まだ大丈夫そうなので封印解放入れてきます。さっき多分2万7000ぐらいだったので、これで上がるかどうか。おっと、その前に防御準備が来たらバフ解除です。そして封印解放、バフの効果はあるのか。3万2000ありますね多分。おそらくバフの効果は乗りますね。まだアイリーンの方が倍率高いので、アイリーンの単発スキルが出てますかね。カイザーフェニックス更新間に合うかな。防御準備が来たので、解除。防御準備、防御準備、あれなんかスキル名違いましてね。守護領域、多分図鑑では守護領域になってたと思います。まあこの辺、まあ細かいことは気にしないであげましょうね。まあもともと韓国のゲームらしいんで、まあいろいろ翻訳とかミスったりとかあるんでしょうね。で封印解放が止まったので打ちます。あれ27000、あーバフが溶けちゃってるんですね。そしてカイザーフェニックス、ああ間違えた、これはやっちまった。バフ解除を入れなきゃダメですね。よそ見してる間にこんなことが、まあ、こういう風にミスるとね、すごい敵のダメージが痛くて死にます。まあ動画的にはちょうどミスったところも入れられてよかったですね。それでさらに、レイチェルが死んでくれたので、カイザーフェニックスのクールが間に合いました。そして単発強化されてるときはどっちがいいんだろうな。レイチェルの方がもしかしたらダメージ出るのかな。ちょっと防御準備来ました。ハウルの解除間に合いませんねこれ。のでちょっとしばらくは固いまま我慢です。バフ解除が復活したので入れてきます。でまあちょっと今のうちにカイザーフェニックスも入れておきましょうね。そして封印解除、砕けろも今のうちちょっと入れた解きたかったですけどね。もう黄色くなってかなり痛いです。まあ、こうなったら終わりなので、まずカイザーフェニックスをなんとか入れたいけど、バフ解除が間に合わない。早いですね結構。ハウルの62秒でも間に合わなくなっちゃいますね。単体スキル、もうこうなったらもうオートで
ていいぐらいの勢いですね。今度攻撃食らったら一発で死んじゃうぐらいの勢いですね。封印解放最後に間に合うか。あー間に合わないですね。やっぱりルディは硬いですね。30万、約30万しかいかなかったですね。はい、1回目はあんな感じでした。続いてですね、ヒーラーを抜いて試しに行ってみます。ヒーラー抜くとなるとセイン、誰かな。あんまり火力上げるようなキャラがあまりいないので、まあ1000人でいいですかね。おっと間違えた。セブンナイツのために、はい、まあフレンド枠は相も変わらずアイリーンですね。連れていきます。はい、まずは前回同様ですね、ここでは、スキルを使ってもあまり意味がないというか、まあ、もちろん早く倒すという意味はあるんですけれど、ある程度育ってるキャラだったら、攻撃食らってもそんなに痛くないんでね、まあ、あんまり頑張らない方がいいかなって感じ。多分スコアもオーバーキル分は加算されてない感じなので、あまり打つメリットがないです。そして、前回同様相手にスキルを使わせた状態で、最終ステージに入りたいと思います。こちらが先制できるはずですね。先制できなかったらカイザーフェニックスはやめます。はい、先制できました。カイザーフェニックスを入れて防御準備が来たので、解除を先に入れておきましょう。この解除はね、バフをついてる相手に優先的に行くようなので、他のキャラには行かないので心配しなくてもいいようです。まず砕けるを入れて、そこから火力スキルですね。あ、忘れてました、バフが有効なんですね。ハウルのバフを、まあ気持ちですけどね、気持ち上がりますけど、気持ち程度しか上がらないですけど、一応バフをかけておきます。カイザーフェニックスが間に合うかな。防御準備が来たので先に解除します。そしてカイザーフェニックスを入れていきます。それと砕けろですね。その2つが入ったらあとは火力スキル。結構やっぱりか、まあ、序盤ですけど回復なしでも意外といけそうな感じですよね。ハウルの解除のクールが開けているので、そろそろ来ましたね、防御準備。これを解除して封印解放。セインの火力スキルの前にカイザーフェニックスですか。
そうですね、相手の後陣剣かな、あれに、バフ解除がついてるので、それでこちらのバフが解除されてたのかもしれませんね。なんでハウルのダメージアップも一応入れときます。ダメージアップバフですね。そして効果力スキル、ゾンビにはハウルの解除と。レイチェルのバフが解除されてないですね。ないですね。おかしいですね。あ、カイザーフェニックスが間に合わないところでした。どうもね、甲状腺のキャラっていうのは仕様が変わってる場合も多くて、ちょっと戸惑うところがありますね。確率でバフターン現象じゃなかったと思うんですけどね、確か。なのでレイチェルのバフは解除されてもおかしくなかったんですけど、はい、防御準備見逃すところでした。解除入れてきます。そして単発スキル、回復なしでも十分いけるんじゃないですかね、これ。ただスコアはあまり伸びてないような気がしますね。ヒーラー抜いたんだけどな。まあ高烈にジークと繊維どちらを配置するか。ああ、やっちゃいました。バフ解除ができなかった。後列にですね、まあ、ジークと繊維どちらを置いた方が火力出るのか、ちょっとまだ謎な部分がありますね。なんとも言えないですよね。手数がある繊維の方が強そうな気はするんですけどね。あと気絶してますね。まあ、免疫が6ターンしかないので、今7ターンになってしまったので、普通に気絶するようになっちゃいました。バフをかけてる余裕はないかな。もう攻撃スキルで押し切りにいっちゃいますかね。まあ、ハウルのバフはね、あんまり、上昇量が高くないので、まあ、そんなに優先しなくてもいいかなって感じです。まあ、何もやることがなくなったら入れようかな。まあ、気絶してるのでスキルを使うのがまあバフしかないと。なのでバフを入れて少しでもダメージをアップしてきます。カイザーフェニックスが間に合わない、はい、砕けろも間に合わない、はい、この辺でもう終わりですね。ヒーローオーラで、あ、一応青オーラに最後なりましたね。12,030、まあ、すごいダメージ食らいました。さっき29万ぐらいだったので、まあ大体同じですね。まあ安定度で言ったらヒーラー入れてた方がもしかしたら安定するかもしれないですね。といったわけでですね、次から3戦目に入るんですけれども、3戦目、後列に繊維を配置して、ジークとどっちが良さそうなのかなっていうのを見てみたんですけど、すみません、この通りセインに武器をつけるのを忘れてやっちゃいました。なので、これから流れる3戦目、それのダメージ比較みたいなのはちょっと
できない感じになっています。あとですね、またアイリーンフレンドなんですけれど、どちらも敏捷装備はつけていませんでした。なので、2ステージ目から3ステージ目に行く場合に、こちらのスキルを使わずにステージ移動すると、3ステージ目で、こちらのスキルから使えそうだというのは、まあほぼほぼ合ってると思います。はい、いろいろちょっとすみませんでした。ということで3戦目の方をどうぞ。はい、3戦目に行きたいと思います。ですね、先ほど確認して、中央にプラグインが応答してないというポップアップが出てて申し訳ありません。さっき気づきました。ということで、3戦目は、ポップアップ画面がない状態でやっていきたいと思います。でですね、一応火力枠さっきはジークだったんですけれど、今回は繊維をメイン火力として後列に配置してやっていきたいと思います。はい、スタート。まあ正直1回取ればいいかなと思ったんですけど、まあいろんなパターンをやったってことで、まあ3回とも乗せていきます。やってることはほぼ同じなんでね、まあ、飛ばしてみてもらってもいいですし、ちょっとダメージどんぐらい変わったのか見たいって人は見てもいいかもしれないですね。一発ぐらい使っちゃってもいいかな。まあ相手にスキルを使わせた状態で最後に入ります。じゃあせっかくなんで、こっちがスキルを使った場合にどうなるかやってみましょうか。はい、こっちがスキルを使って最終ステージに行った場合どうなるか。やっぱ先制できないですね。自分の想像は合っていたようです。ステージ移行の際に相手にスキルを使わせてからならばこちらが先行する。こちらがスキルを使ってステージ移動になった場合は相手のスキルから始まる。まあフレンドのアイリーンなんで、まあ敏捷装備とかつけてるとまたちょっと話は変わってくるかもしれないんですけど、まあおそらく合ってると思います。封印解放、さっきほど2万7000でしたが1万7000、あれですね、バフが入ってるので3万1000ぐらいでしたか。これはダメージどのくらい出てるのかわからないですね。ちょっと防御準備で解除。まあ、カイザーフェニックス入れちゃいますかね。ちょっと早いかもしれないですけど、で繊維のクールが開けそうなので繊維入れてきますか。左上の数字を見てどんぐらいダメージが出てるか見ますか。画面見てもよくわかんないですね。4万8000ぐらいから、弱点が出てないけど9000ぐらい、なんかちょっとしょぼく見えますね。まあ数が打てるんでねいいとは思うんですけど、あと通常攻撃も強いですしね。おっと、防御準備は解除です。そして、6万7000、67万ですね。失礼しました。67万から、お67
7万からなんで1万5000ぐらい。あーっと、すごい見逃してました。カイザーフェニックス砕けろ。まあ数は打てるけど、やっぱりジークの一発に比べるとかなり低い感じですかね。ジーク攻略が安定かもしれないですね。まあ装備とかもセインの方がいいんですけれど、それでもあの状態であれば、今度からはちょっとジークを攻略でやっていきたいと思います。カイザークラフロいいかな。封印解放。でまあ砕けると戦意のスキル。暇な時バフ入れとけばよかったですね。ハウルの普段あまり使ったことがないので、というか育て始めてから今回が初めてなんで、バフを使うの忘れちゃいますね。先に解除してからバフ使っときますか。先に火力スキルで間に合うかな。この後カイザーと比べる。死んじゃったのでカイザーを即使います。やっぱり戦意は数がものすごく打てるんでね、まあ、この辺はいいと思うんですけどね。防御準備解除を先に入れて、そして火力スキル。なんかルイチェルが死にそうなんで早めにカイザー打っていきたいですね。もうカイザーフェニックスが入ってない状態だと本当に即死状態なんで。バフを使ってる余裕はないかな。火力スキルいいですね。防御準備を解除します。あとはまあ適当なスキルと。ああついにセインが落ちて、リーチェルも落ちて、まああとはとにかくダメージを稼ぐだけ。最後の悪あがきです。なんとか雷光陣一発だけは打つことができました、ね。まあ、ブロックされてますけど90万
ギリギリ行かない。はい、行きました。ギリギリ90万ですね。まあ今回3回やったんですけど、どれもまあ自分の実力だと、まあ、30万前後安定といったところですかね。まあ、ルディは硬いんで、他の曜日だったらもちろんスコア自体は多分伸びると思います。はい、といったわけで、今回は月曜日のルディ戦、甲状腺のルディ戦ですね、それをやっていきました。まあ対策キャラとしては、気絶免疫のジークまたはカロン、あともう一つバフを解除するのに、ハウル、エルニア、まあ一応ニアとかも、ちょっと2人連れてかなきゃいけないかもしれないですね、ニアとかだと。まあそんな感じの、とにかくバフ解除ができるキャラ、まあその辺を連れていくというのがポイントじゃないでしょうか。はい、といったわけで、今回はこの辺で終わりにします。どうもご視聴いただいた方ありがとうございました。